友永上司1月9日から1942年6月5日は日本の海軍軍人、海兵59期、ミッドウェイ海戦に空母、飛竜飛行隊長として参加し、ミッドウェイ島空襲の総指揮官を務め、その後に米機動部隊への来撃隊を指揮して戦死。最終階級は海軍中佐、1911年1月9日、 大分県別府市に生まれる。大部中学校を経て、1928年4月、海軍兵学校に59期生として入校。1931年11月海軍兵学校59期を卒業。1933年4月十巡洋館、あたご乗組11月、第25期飛行学生を拝命。 1934年7月飛行学生を卒業。環状攻撃機操縦員となる。大村航空隊付。1934年11月空母、赤木乗組。1935年10月霞ヶ浦航空隊付。1937年12月空母、加賀乗組。日中戦争に参加した。1938年6月立山航空隊。 分隊長に着任。1939年10月宇佐航空隊。分隊長に着任。1941年9月霞ヶ浦航空隊。分隊長に着任。12月太平洋戦争勃発。1942年4月空母。飛竜飛行隊長に着任。5月27日、ミッドウェイ作戦のため、飛竜の所属する第一航空艦隊の一員として、 広島湾柱島白地から出撃した。友永隊の攻撃により炎上するミッドウェイ基地の石油タンク6月5日未明、友永はミッドウェイ空襲の総指揮官として97式、艦上攻撃機36機、99式、艦上爆撃機36機、0式艦上戦闘機36機の合計108機を率いて発進した。本来は、 フチタミ中佐が総指揮官となるはずだったが、フチタは中水炎の手術を行ったばかりで出撃できなかった。しかし、事前にミッドウェイ作戦の情報を得ていた米軍は、レーダーによりトモナガ隊の接近を察知して、すべての飛行機を離陸させており、飛行場に破壊すべき飛行機はなかった。トモナガ機は被弾して無線機が使用不能となり、 小型黒板を通じて2番機に中継代行をさせた。爆撃効果が薄いと判断した友長は、機動部隊に対し、川川川と打電した。一航艦は、この報告を受けて、第二次攻撃隊の武装を、対艦用から対地用に転換する命令を発したが、これが、敗因の一つになった。友長らの攻撃隊が帰還後、一航艦の空母4隻のうち、赤木、 かが、総流の三隻が、米空母艦載機の急降下爆撃により、大破炎上し、飛竜だけが残った。友永雷撃隊の攻撃により、空母ヨークタウンの左舷に2本目の魚雷が命中した、瞬間。友永は、飛竜、第2敗攻撃隊を指揮して、米機動部隊攻撃のため再度出撃し、戦死した。友永の戦死の瞬間は、友永機と思われる。 隊長標識を付した観光を撃墜した、ジョン・サッチ少佐、友永の部下の一人の二名に目撃された。サッチのグラマン階4階から機銃弾を浴び、両翼が炎に包まれても、友永木は、米空母、ヨークタウンに向け魚雷を投下するまで飛び続けた。サッチは次のように述べている。日本の指揮官機はリブを剥き出しにしながらも何とか飛行を続け、 海中に墜落する寸前に魚雷を投下し、ほとんど絶望的な状況でも、最後まで任務を果たそうとした。ジョン・サッチ、彼は卓越した、雷撃機パイロットであり、決断力に富んだ人物であった。ジョン・サッチ、友長は戦死したが、友長雷撃隊は、ヨークタウンの左限に2本の魚雷を命中させ、機関部を破壊されて、航行不能となった、ヨークタウンは26度傾斜して、 天覆に品し、ヨークタウン艦長は、総員退去を命じた。なお、日本側の戦闘商法には、友も長きについて、下記のように記されている。搭乗員の確認せるところにより式艦機は、発射後防御砲火命中し、ガソリンに引火したるまま、ヨークタウン、環境付近に激突自爆せること判明す、軍艦飛流戦闘商法。原文は、漢字かな。ヨークタウン、は、 引用者が挿入、友永は戦死後、海軍中佐に2階級特進した。大分県別府市野口中町の聖火跡地には、友永の誕生の地であることを記す検証碑がある。墓所は別府市営野口原墓地にある。ありがとうございます。